ガーラ・ユザワスキー場は、新潟県南ウ沼郡ルマグに湯沢町に位置し、東日本旅客鉄道のグループ会社である株式、会社ガーラ・ユザワが運営するスキー場。ガーラ・ユザワスキー場と表記される場合もある。1990年12月20日開業。上越新幹線の列車が発着するガーラ・ユザワ駅から直結しており、 アクセスの良さから首都圏からのスキースノーボード客に人気のスキー場である。また、JR 東日本のグループ会社であることから、場内追立券などのオプションを追加した企画乗車券が設定されており、普通に乗車券を買うよりも得な場合も多い。なお、ガーラ、湯沢駅は、当期のスキー場営業期間中のみ開設される臨時駅である。 宮間共通リフト券を購入すれば、ガーラ、湯沢スキー場と接続している石田丸山スキー場や、湯沢高原スキー場、また石田丸山スキー場と隣接する、石田、花岡スキー場も利用することができる。南エリアゲレンデは4つのエリアに分かれている。コースのうち中央エリアのメロディは人工スノーマットを備えており、夏季のサマーゲレンデ営業に対応している。 2010年度より、北エリアから、麓のスキーセンター川番がに降りられる、全長 2.5km の下山コースが誕生した。宮間共通リフト券、または各スキー場リフト券の購入により、南エリアから、ロープウェイ、ランドーで、湯沢高原スキー場へ、北エリアから、コース、ローマンホリデーを経由して、石田丸山スキー場へ行くことができる。 悪天などにより営業休止になった場合、石田丸山スキー場、湯沢高原スキー場、ナスパスキーガーデンなどに振り替え営業することもある。ちびっこゲレンデゴンドラからの長房スキー場と直結のガーラ、湯沢駅 JR 東日本では、楽に行こうをキャッチフレーズにしている。ありがとうございます。